なあ、兄ちゃん。なんで下着なんて面倒なものを履く必要があるんだ？記録によると、人間は股間を隠して生きていたそうだ。股間を露出するのは問題のある行為とされていたらしい。黙って履いてろ、イブ。わかったよ。でも、なんでこの植物を食わなくちゃいけないんだ？俺たち機械生命体は、こんなの食わなくても動けるよ。これは果実の一種だ。何でも人はこれを食べることで知性を得ることができたらしい。ガタガタ言わずに黙って食べろ。分かったよ。兄ちゃんが言うのなら食べるよ。でもこれが終わったら一緒に遊んでくれる？ああじゃあ頑張って食べるよ。敵兵器の振動、さらに増加中。戦闘地域の地下空間が共鳴しています。地下にいるだと？お前たちが信じる人間はどうかな？逃げられた。お父さんを殺しました。お母さんを殺しました。お父さんを殺しました。お母さんを殺しました。その手には成長の喜びと一人になった孤独が冷たく握られていました。爆発するぞ。されたこの森、湿度が高く不衛生であり、機械生命体には過酷な環境、あまりといえばあまりな境遇。我は決意した。この地を我らの王国とし、独立を宣言する。ちゃんと育ててやらねばな。
様、ずっと大きくなんねえな。そうだな、王様ずっとも大きくなんねえ。どうやったら大きくなる？わかんねえ。わしらは頭が悪いからな。でも、めんこいな、王様。ああ、ちっちゃくてめんこいな。守ってやんなきゃな。ああ、この森の国には誰もいるじゃないね。雨の日も風の日も嵐の日も雷の日も燃え上がる戦場の炎の下でもその者たちはいつも一緒でした。どうしてだか理由は分かりませんでしたが、いつも寄り添って生きていました。いつまでもいつまでも